皆さんこんにちは。今日はカーボンの250A を溶接していきます。板厚の方が6ミリになります。まずはフランジの内側を溶接していきます。引き代の方がだいたい8ミリぐらいになっています。でカーボンをやる際は内側も外側も黒革はきれいに掃除をしてください。まず内側はノズルは7番でタングステンはだいたい10ミリぐらい出しています。今回内側外側ともに2層仕上げで溶接をしていきます。この内側の引き代部分がそんなにない場合は1層仕上げでもいいと思います。普段僕は8ミリぐらいなら一発でいくんですけど、今回は動画ということもありちょっと丁寧にいきたかったので2層でやります。1層目のポイントなんですが、溶接棒は常にプールに提供されている状態を維持していきましょう。1層目は2層目で隠れてしまうので、特に見た目をきれいにつける必要はないと思います。ただここであまり棒が途切れてしまうと1層目がデコボコになってしまうので、2層目の方がやりづらくなるので注意してください。この時棒は遅いペースでゆっくりずっと送っている感じで溶接をしています。トーチ側の動きに関しましては、特に8の字でローリングしているわけではなく、上下上下上下に動かして進行している感じです。これは動画用ということもあり幅を丁寧に揃えていますが、特に幅はそこまでは気にする必要はないと思います。1層目を入れずに一発で仕上げてしまうと棒をぐいぐいと送らないといけないので、慣れないうちは2層でするのをおすすめします。これが1層目を終えたビードです。手前はだいたい4ミリぐらい残して溶接をしています。それでは2層目を見ていきましょう。2層目なんですが、電流は180で棒はまた 3.2 を使います。2層目では8の字にローリングをしています。でこの時に手前1ミリから2ミリぐらいまでローリングで幅を出している状態で溶接をしています。2層目でもなんですが、棒は途切れないように常にプールへ提供している状態を維持してください。2層目もタングステンの長さは1層目同様10ミリぐらいで、長さは変えずに溶接をしています。常に棒が提供されているので高さがずっと同じで安定したビードが作れています。1層目を溶接していない状態だとここで棒をかなり提供しないといけないので、だいぶやりづらくなってしまいます。この時にローリングでつける幅に関しては、下側は手前 1、2mm 残しでやっているんですが、上はパイプの角を 1mm、2mm 越して溶接をしています。パイプの角ギリギリで溶接をしますと少しビードの見た目が悪くなってしまいます。なので 1、2mm は越して幅を出すようにしましょう。これが2層目を終えたビードになります。棒が常に提供された状態を維持できたので、高さや幅などがきれいに揃っています。次は外側の1層目を見ていきましょう。電流が180で棒はまた 3.2 を使っています。
この時のタングステンの長さも先ほどと同じ10ミリで、セラミックノズルの方は7番を使っています。なのでここまでセラミックノズルや棒、電流などは変えていません。ちなみに僕はフランジの外側を溶接するときは8の字のローリングはせずに、もう上下上下に今の状態で動かして進行していくやり方で溶接をしています。この時も1層目は2層目で隠れてしまうので、そこまで綺麗につける必要はないと思います。ただし棒の方は常に提供された状態を維持してください。内外ともに1層目に時間をかけるのは嫌なので、基本的に1層目は粗くビードをつけています。これが1層目を終えたビードになります。脚長でいうとだいたい4ぐらいでつけていると思います。それでは今から外側の2層目をやっていきます。まずここでノズルは10番になりました。タングステンの長さがだいたい12ミリぐらいです。で、2層目は電流を190に上げて、棒は 3.2 を使用しています。この時に僕はフランジの外側の2層目をやるときは棒は少し上の方を狙って提供しています。今回長尺ものでしたので、パイプの方は立てずに溶接をしているので、今の状態で言いますと上側がフランジ、下側がパイプの状態になっています。プールの少し上側に棒を入れていると思いますが、だいたいこの位置を狙って棒を提供してみてください。プールは重力で下に流れやすいので、上に多めにつけたプールのビードを下になじませるといった感じで僕は溶接をしています。で、外側の2層目でなぜセラミックノズルの方を10番に変えたかと言いますと、脚長をある程度出さないといけない場合は10番の方が軽くローリングをしただけで脚長が出せますので10番に変えました。7番の方がやりやすいや8番の方がやりやすいという方はそのままの状態で溶接をしてもいいと思います。この時に上と下の両端がしっかり前のビードに合うようにローリングをして幅を揃えていってみてください。付け合わせ溶接と違い、フランジは基本的に幅の方は揃えやすいと思います。付け合わせ同様、僕は常に棒が提供されていること、それとアーク長の方が変わらないのを維持するのを僕は心がけています。外側も一層で仕上げてしまいますと棒をたくさん提供しないといけないので、ビード外観の方が悪くなります。あと脚長不足や喉圧不足といったことが起こりやすいので、基本的に外側は2層で仕上げています。これが3ミリのガス管の場合などは外側は一発で溶接をしています。それではしばらく溶接の方を見ていきましょう。もう少しで最終の終端つなぎになります。これが外側の2層目を終えたビード外観です。幅と波がある程度一定に揃って綺麗に見えると思います。
今回の動画に関しましてコメントなどありましたらコメント欄の方に記入お願いします。それと動画リクエストなども受け付けていますので、よければお願いします。これからも溶接動画たくさん上げていきたいと思いますので、見逃しがないようよければチャンネル登録お願いします。それでは最後まで視聴の方ありがとうございました。